久保さん、今日はクリスマスですね。クリスマス僕嫌いなんですけど、貧乏人のクリスマスとかにしときましょうか。貧乏人のクリスマス。貧乏な家、貧乏な家のクリスマスにしようかな。僕の家貧乏だったんですよ。で、サンタさんに願いを、お願い事をしてるとサンタさんがプレゼントくれるみたいなあるじゃないですか。まあ、貧乏人の家って、あの、サン あのプレゼントないですよね。貧乏だから。<laughs> 何なんでしょうかね。貧乏人にはサンタクロースが来ないんですよ。久保さん。貧乏人の家にはサンタクロースが来ないんですよね。<laughs> 何なんでしょうね。サンタクロースさんは富裕層にしか行かないんですかね。<laughs> まあ僕は幼少期ね、気づきましたね。あ、サンタいねんだなっていう <laughs>。多分ね、あの、普通にその <laughs>、 クリスマスのプレゼントをこう毎年ね配れる家にも、あのー、生まれてたら、まあ、そのサ,ンタサンタさんいる,のいるんだと思えたかもしれないですけどね貧乏な家はちっちゃい頃からサンタさんっていうのはいないんだっていうのはねあね気づかされますね <laughs> これどうでしょうかねあのー まあ僕はまあそのちっちゃい頃からもそのサンタがいねえんだなあっていうなんか貧乏だと来ねえんだなサンタさんみたいなねなんかすげえ嫌な気嫌な気持ちというかなんですかねなんかまあどういう気持ちって表していいのかわかんないですけどうんだからまあまあ昔そのなんだ 他の家とやっぱ比較してましたよね。なんでうちはこんな貧乏なんだみたいな。で、うちの母ちゃんの口癖が、うちには金がないですからね。うちには金がないと。相当聞いてきましたから。だからまあ、将来金持ちになってやるみたいなね。ちっちゃい頃からなんか、なんかそういうのが、あの、思ってましたけど、なんか。どうですかね。お金がないと、 サンタさんん来ないんですよどうでしょうかね。これってあの本当に事実じゃないですか。僕嘘言ってないですよ。これ事実なんで。これどうすかねお金がないって。なんかお金を稼ぐことは悪いことだみたいなあるじゃないですか。お金稼ぐことできなかったらサンタクロース来ないんですよ。え、サンタクロース来ないこと悪いことじゃないですか。結構どうすか。 えサ,ンタクソサンタクロースが来ないって結構悪くない、悪いことだと思いますね、子供にとっては。子供にとってはサンタクロース、サンタクロースさん来ないって結構しんどいっすよ。サンタクロースが来ないって悪いことですよ。子供にとっては。結構きついっすよ。い <laughs> ってらっしゃい。